から外交防衛委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日山口那津男君が委員を辞任され、その補欠として若松兼重君が選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。2015年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣官房、内閣審議官、加納浩二君ほか19名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。2025年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法案を議題といたします。本案の趣旨説明はすでに聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次ご発言願います。田島麻衣子君。